ここが宝石寺、聖武天皇の勅願書ですね。まあ、スタートしてからまだちょっとしか経ってないんですけどね。この宝石寺はね、宝寺って別名呼ばれてるんですけども、先ほど渡ってきました踏切が宝寺というものですね。まあ、こっから行ったらこれからが本番ですね。果たしてまあ私は今回明るいうちに天王山を登ることできるでしょうか。とは言いましてもね、もしかしたら途中で下山するかもしれませんので、まあ、今回の目的はね、前も言いましたように天王山登頂ではありませんので、天王山にあるものを、撮りたいと思いまして、この天王山登山をしたわけでございます。それでは、宝石寺を後にしたいと思います。